Facebook 広告と YouTube 広告で私が毎日ネット上から新しいお客様を集めているめちゃくちゃ反応がいいランディングページの事例についてちょっと今回は解説したいと思います。 こんにちは、ヒートルフィリップ太郎です。いつも私の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。初めて私のチャンネルをご覧になる方、まだチャンネル登録していないよっていう方はですね、ぜひこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あとこの動画にもね、いいねの高評価していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。ということでね、じゃあちょっと今回も動画を始めていきたいなというふうに思います。で、私はね、最近はですね、まあ Facebook 広告、Facebook と Instagram がメインですね、広告を流してリストを集めているのと、まあ、あと Google 広告の中でも、やっぱ YouTube 広告ね、YouTube に動画広告を流してリスト を集めるってね、えー、そういったフェイスブックとグーグルのね日本柱みたいな感じであのネット上から日々新しいお客様を集めてねそのおかげで、ね、僕のオンライン講座とかコミュニティに、ね、参加する人が増えて、まあ、ありがたいことにね僕のビジネスを拡大できているわけですよしっかりかけた広告費を回収して、ね、ビジネスを拡大させることができているわけですでそこでですねその私が行っているやり方っていうのは割とね日本ではあんまりやってる人が少ないというか、まあ、私はねこの数年このやり方を結構皆さんに教えてやってる人が増えて きたんですけどでも今でもその私がやってるやり方私のランディングページが結構ね他の会社と違くてなかなか実践する人がいないのでじゃあ僕がねあの使っているランディングページがどのぐらいね登録率が取れてるのかっていうねち、えー、ょっと実際の数字なんかもねシェアしたいなと思いますので、えー、ぜひねちょっとね Facebook や,いや,いや Google の YouTube 広告の中で、ね、リストを集めたいっていう、ね、方はですねぜひ今回僕のねあのランディングページ参考にしてね広告で結果を出してほしいなというふうに思います。 で今回僕がお伝えするねあのランディングページっていうのはそのオプトインページと言ったりするんですけれども何か無料でこちらにね登録あんたのメールアドレスとか、まあ、LINE とかでもいいんですけれども、まあ、そのね連絡先を登録すると無料でこれをプレゼントしますよっていうね、えー、そういったタイプのご提案オファーを提供するねあのランディングページになります。ね、そそのの業種にによっっててはねね例えばばリアル店店舗とととかかであればもうちょっと長いランンディングページとかを用意して、まあ、そのお店に、ね、お電話 くださいねねととかか体験レッスンでできますよとかですよ予約してくださいねみたいな形でその直接店舗に連絡を取る店舗に来てもらうっていうねえそういったやり方が有効なビジネスもあるんですけれどもまあちょっと今回は割とねあの例えばコーチコンサルとかねあのさコ,ンコーチの方とかコンサルタントの方とか僕みたいにネット上でねオンライン講座を売っている方まあもしくはアプリとかねあのツールを販売されている方とかまあもしくはその不動産屋さんとかですね資業の方とかでもいいし 保険屋さんとかですね、まあ、どちらかっていうと、ネットで完結するようなですね、えー、そういった商売をされている方とか、何かズームとかでも最近は、その直接会わなくても、ズームで商談をして、何かね、契約をしてもらうってことが可能なね、えー、タイプのね、業種にすごく向いているやり方ですので、まあ、それらに当てはまる方はですね、ぜひちょっと今回のやり方実践してほしいなというふうに思います。じゃあちょっと実際にね、私のね、あの、ランディングページね、僕がね、あのー、今、広告でずっとこの数ヶ月流してるですね、まあ Facebook&Instagram 広告ガイドブック2.0ってね、えー、そういったランディングページ、えー、これ広告でご覧になってね、登録された方も多いんじゃないかなと思いますね。あのまだ登録したことない方は、よろしければ試しにリンク下に貼っておきますので、えー、試しにどんなもんなのか登録、見てみてね、よろしければ登録してみてください。で、えー、こういったね、ランディングページを見せると、結構驚かれる方が多いんですよ。 ね、あの、ま、こういったキャッチコピーがあってね、これが無料で手に入りますよと。で、これクリックするとね、メールアドレスをね、入れて、ま、すぐダウンロードできますよっていうね、すごくシンプルなページなわけですよ。で、あとま、こんな内容の一部ですっていう感じで、 ね、あの、もう一回ボタンがあってっていう、これで終わりなわけですね。まあもちろん私の会社名とか書いてありますけれども、プライバシーポリシーとかも当然ね、あの入れてます。これ入れないとダメですので、あの、プライバシーポリシーとか入れてますけれども、じゃあ別になんか私の自己紹介とか、なんかこれまでの私のお客様の声とかですね、私の事例っていうのかな、そのなんていうのかな、その、そういった情報ってないじゃないですか。 ね、普通一般論から言えば、そのプロフィールとか、どんな会社だとかね、お客様の声とかを入れるっていうのが、割となんか特に日本ではね、あの、一般的とされているんですけれども、まあ私はね、その海外のやり方をね、常にベンチマークして、海外のマーケッターさんがやり、やってるやり方をちょっと日本でアレンジしてね、その中でうまくいったやり方を結構日本でもご紹介しているんですけれども、まあ私がね、教わった海外のマーケッターさんから教わったマインドセットっていうのは、こういった無料でね、何か登録する場合、 ね、こういった無料で PDF とかもしくは Web セミナーをご覧いただけますよっていう場合は、まあ、シンプルであればあるほど、ね、登録率が上がりますよっていうね、えー、そういった法則があるってことを聞いたことがあるわけですよ、まあ、もちろんね最初から有料の商品とかを販売する場合は例えば私もねこの390円で書籍を販売していますけれどもそういうね安い価格でも最初から有料の商品を販売する場合はですね、えー、どういった内容ですよとかですねいろいろ返金保証ついてますよとかでいうか 形を、ね、伝えてあのいろいろある程度長いページを、ね、用意する必要があるんですけれども、まあ、こういったまず無料でねメールアドレス登録してくださいねっていう形でそのお客様の連絡先を集めてですねでそこからまあステップメールとかのメールを送っていったりねあの僕なんかはねあの動画のウェブセミナーとかをですねあの見せてですね、まあ、その僕の商品をご提案していくっていう形のいわゆるセールスファネルってそういった売る仕組みを、ねえー、作っているわけなんですけれどもそれ本当に無理 無料で、まずなんか登録してもらう場合は、もう余計なね、情報をこのページにね、入れない方がいいわけですよ。これなぜかっていうと、やっぱね、今の時代、ほとんどの人がスマホでサイト見るわけじゃないですか。特に広告なんてそうですよね。Facebook でも YouTube でも。やっぱその、スマホ経由で見てる方が一番ね、あの、多いわけですよ。で、そこでね、めちゃくちゃ長いやつを書いても、まあ、めんどくさくて読まないわけですよ。スマホが普及する前であれば、みんなパソコンで見ていたので、ね、もうちょっと長いね、あの、 文章を書いても読んでいただいたかもしれ、いただき方かもしれませんけれども、まあ、本当に SNS とか YouTube とかで、へえ、面白そうと思ってクリックした。あとはですね、もうできるだけシンプルなページで十分なわけです。むしろその方が反応が取れるので、で、なんか長いランディングページをわざわざ作っている方ってのは、ちょっと私のやり方をね、えー、真似てめちゃくちゃシンプルにすることをお勧めいたします。で、ちょっとね、あの、統計を見せたいと思うんですけれども、えー、っとですね、私のこのね、あの、セールスファネル、僕クリックファネルって ってね、あのサイト作成ツールを使って、えー、こういったランディングページとかねあの作ってるんですけれども、えー、ちょっとね拡大してみると、まあ、4月2021の4月からですね本格的に広告を流しているので、まあ、4今8月なんで456784か、まあ、月5か月ぐらいですけれども、ね、あのこの45か月ぐらいで、まあ、大体9000リストぐらいですね9000リストぐらいは、ね、あのお客様がにあの見込み客様にご登録いただきましたよともうちょっと細かく 言えばまあそのうちのですねまあ,あのユニークユーザーさん具体的な人数はまあ2万6,000人ぐらいがね サイトをね、クリ、リンクをクリックしてページに来ていただいて、えー、まあそのうちの、まあ9000人ぐらい、まあ34%ですね。3割、3.5割ほどの人が、えー、ご登録をいただいてるというふうな仕組みになっております。で、まあその後ね、また商品も売っていて、ね、あの、もちろんこれ以外にもいろんな商品売ってますし、まあここに含まれていない売り上げもね、当然たくさんあるわけなんですけれども、まあその入り口としては、まあこんなね、成果になっているわけですよ。で、まあこの数字をどうなんだって思うか 方もいらっししゃるかももれれませんけれどもあの意外とですね僕もクライアントさんとかいろんな人にのアドバイスをねあの聞くするためにヒアリングするんですけれどもそのランディングページ、ね、僕の場合はそのね10人来たら、まあ、34人ですよね3人ぐらいの人が登録するっていうねあの登録率ね CVR コンバージョンレートとか言いますけれどもあのそのぐらいの、ね、確率で登録していただけるわけなんですけど結構他社さんだと本当になんか10%つまり10人に1人。 一人しか登録しないとか、それ以下ね、あの5、5%ぐらいしかないよとかいう形で、結構皆さん低いんだなっていうね、あの、ケースが多い。僕の考えていた以上に多いわけですよ。で、まあ僕も聞いたことあるのは、まあ広告からね、新しいリストを集めるっていうと、まあどうしても登録率は下がるわけじゃないですか。 でその自分のことを知ってる人だけにねあの広告を流すとかメルマガとかでねもしくは SNS で告知をするっていうことをすればすでに知ってる人があ、なんか新しい無料プレゼントもらえるんだって形でね、喜んで登録してもらえるのでこれが 50%60%70% とかねめちゃくちゃあのたくさんのねあの登録,登録率のね、ランディングページになったりするわけなんですけどもまあ広告の場合はまあその20% パーとかいけば、まあいいよというか、まあ20%くらいは最低欲しいよねというふうなお話なわけですよ。ね、基準値といえばそのぐらいですね。で、それがやっぱその、やっぱり広告経由でもその30%以上あるってのは結構ね、あの数字としては、あのいい方です。ね、私もね、自分のお客さんとかに、あ、こんな数字ですよみたいな感じで見せますけれども、えそうすると、え、そんな取れてるんですかこのランディングページでみたいな形で驚かれるので、あ、なんかこれってやっぱりすごい数字なんだなとね、まあ、人に話を 聞くくと改めて、えー、よよわわかるわけですよなのでね、ねもしあなたも、そのね、Facebook とか YouTube とかでもまあ何でもいいんですけれども、まあこういったね、無料で、えー、これなんか登録できますよっていうね、あのページ、ね、無料で動画見れますよとか、無料で PDF ダウンロードできますよっていうね、えー、ページをそのご案内してるまあ広告とかね、SNS で宣伝している場合は、そのやっぱりね、まあそれがうまくいってれば全然いいんですけれども、なんかいまいち成果がいまいちだなと思ったら、そのもう広告ダメだとか、 ですねこれ全部ダメだっていう前にまずじゃあこのランディングページの登録率ってどのぐらいなのかなってことをやっぱりちょっとねあの調べてみる必要があるわけですね。ねあの例えばページにねあの100回ページが100回クリックされているまあ100人の人が来てくれていて、ね、まあその例えば10件取れているみたいな話であればねあのページにクリックされた回数を実際に取れたねあのリストの数お客様の数でね割ればね登録率っていうのが出てきますのでぜひそれを 計算してみてくださいでそのねいくらね頑張って Facebook とか YouTube とかで広告を頑張ってすげえ安くクリックされてるよたくさんお客様集まってるよと言ってもこのランディングページがいまいちであればですねそのやっぱり人は登録しないわけですごくもったいないわけですよ。ね、広告でめちゃくちゃ人集まってるのに全然人が登録しないよって話であればすごくねあのもったいないじゃないですか。 でそのランディングページを改善すれば、別に広告を何も変えなくても、ね、その、とと今まで10%の登録率だったものを20%にするだけで、そのね、登録率が倍になるので、まあ、1リストお客様を制約できる単価も半分になるわけじゃないですか。っていう形で僕がいつも言ってるのは、そのね、なんか、まあ、広告もね、もちろんね、あの、最適なターゲットとかね、に配信するとか、 ちょっとクリエイティブにね、しっかり興味を引く、目を留めるような広告クリエイティブをね、作りましょうって話もしていますけれども、でもそれだけじゃなくて、広告をクリックした後も、えす非常にシンプルなページを出した方が、えすごくね、あの広告の結果を改善するために、あのめちゃくちゃ有効ですよってことをね、あのいつも言っていますので、ぜひね、あなたもシンプルなページ作ってください。でね、ちょっと海外の事例をいくつかね、ご紹介したいと思うんですけれども、でまあ、海外でめちゃくちゃ有名な方はね、ねあの活躍されている方、私もいろんな 人のね、あの教材買ったりとかねあの情報発信見てますけれども、まあ、このダン・ヘンリーさんという人もこれはなんか動画が入ってる珍しいパターンですけれども。はい ね、あの、ここで、ウェビナー見てみませんかみたいな、私のお客様の事例をちょっと見てみませんかっていう形でですね、名前とメールアドレスを登録すると、自動ウェビナーが始まって、まあ、そこからですね、1時間ぐらい、まあ、見たことありますけど、1時間ぐらいのね、えー、動画、セミナーが始まって、まあ、最後の方でですね、もし私のプログラムに入りたければ、私のね、スタッフさんと、そのね、ズームでお話しししませんかみたいな形で、クロージングに持ってって、まあ、結構、高額なコーチングプログラムとかなのかな。はい。 ね、えー、に誘導されるみたいな感じでやられてますね。ねまあ非常にもうこれだけなわけですよね。で、他にもまあ、これあと facebook 広告のツールを売ってる方なんですけれども。で、ね、まあ、動画 gif 動画みたいな感じで実際動画じゃないんだけれども。まあちょっとね。どんな？ あこれを登録するとこれが見れるんだって形でね、興味が、ね、湧きますよね、えー。っていう形で実際に動画を見せずにね、自負動画とか、ちょっと中身が気になるようなですね、ちょっとコピーとか、ね、99%の Facebook 広告主が間違ってるね、あのねやり方とはみたいな感じでね、キャッチコピーであの、ね、興味を引いて、まあ、あとこんな内容ですよと、まあ、ちょっとお客様の声とかはありますけども、これだけなわけです。もうこのぐらいの1回スクロールすれば、 終了みたいいなページをね出してる人が多いで,す、ね、で、すねあと他に私もこれね、アカデミー・オブ・アドバタイジングって私も広告のやり方、Facebook、YouTube 広告のやり方勉強してるね。あの あのスクールがあるんですけれどもまあこれなんかも本当にもうここの減った995ドル10万円近い相当のなんかコンバージョンブランディングシステムなんかこれが無料で手に入りますよみたいな形でえなんかすごそうみたいな感じのを出してあとはちょっとねお客様の声推薦の声みたいなのがあってまあちょっと微妙にコピーとかがありますけれどもまあこれだけで登録したくなるというかもうそのねあのこれなんか動画広告僕は YouTube 広告でねあの登録したんですけどねもしあなたが Facebook ととかか YouTube でででねねああのの広告をかけてちゃんと、ね、売上上げ上げたいれればこれ無料で上げますよみたいなそういったプレゼンテーションをそのね動画広告の中でされてるのであもう欲しいっていう動画を見た時点で広告を見た時点でめっちゃ欲しくなってるわけですよ。なのでもうこのページに来たらもうそのね余計な情報はいらないのであもうすぐ登録しますみたいな形で、ね、あの余計なことは書かずに、ね、お客様を登録に連絡先を入れていただくことだけに集中した方がいいっていうふなお話なわけ ででですすってていう戦略でやられてますねであとね最後に私もよくねあのいろいろお金払ってるフランク・カーンっていう人がいるんですけども、まあ、このそのねめっちゃ有名なマーケッターさんなんですけどもその人があの言ってた言葉でですねあのいろんなランディングページね無料の登録ページ、ね、出してきたけれどもこれが一番反応良かったよとか言って「そのブックファンネルってそういったセールス方法のねやり方を教えてください」で何時いついつからそのウェブセミナーやります。名前メールアドレス電話番号 はい、これください、みたいな。これが一番なんか反応良かったよって言ってるページになるわけですよ。な、もちろんねそ、このページに来る前にすごく期待感が高まってる状態。あ、このね、 ノウハウハを知りたいなっていう状態でこのページに来てるっていうことが前提ですけれどもまあ今の時代ですねまあそのフェイスブック広告でねまあ文章とかも書けますけれどもまあやっぱその動画広告っていうものを使うとよりですねその分かりやすくねあのこのページに来てこれをね登録するとこんなメリットがあるんですよとかね私はこんな人間でこんな実績がありますよっていうのをよりですねあの多くの見てる方にですね伝えやすいのでまあ今割とね定番のその広告からお客様のリストを集めるってね そういった戦略で大切なのは、その広告の中であなたのファンにさせる。ね、そのためにはね、まあ、静止画と文章の組み合わせでもいいんですけども、まあ、動画っていうのがすごくファンにしやすいわけじゃないですか。ね、こんだけ実績あるんですよとか、売り上げのこ統計でこうですよとか、お客様の声でこうですよみたいなのは、もうその動画の中で見せればいいわけじゃないですか。そこで、あ、欲しいみたいな状況にすれば、ね、あとはこのページに来て、これ登録してくださいねっていう形で、このページに来た人はかなりの確率ね、数十パーセント3割とか 4割とかね下手ししたらそれれ以上の確率で、えー、登録してくれるみたいなお話になりますので、えー、ぜひあなたもですね、そのなんか業者さんにめちゃくちゃ高いお金を払って長いランディングページを作っても全然リスト取れないよみたいな方いらっしゃるわけですよ。まあ、そうじゃなくて、まあ、僕はね、クリックファンネルっていうツール使っていて、まあ別に何のツール使ってもいいです。ワードプレスでもいいし、まあいろんなね、似たようなツールあるんで、全然ね、あの何でもいいんですけれども、まあ、ぜひね、ちょっとこういったシンプルなね、これとかね、僕みたいに、ね、あの、これもうち のねちょっとデザイナーに作ってもらいましたけれども、まあ、こういったねあの表紙イメージねさっきのねあのこれなんかもね表紙のイメージかっこいいですよね、えー、こういうものが無料手に入りますよとかですね何かその動画の中のねあのワンシーンを自負動画にするとかですね、えー、っていう形でちょっと興味を引かしてあこれが手に入るんだなみたいなねあのー、ね オファーをしてください、ね、お客様は僕らのことはどうでもいいわけですよ。なぜ僕はここに僕のプロフィールとかを書かないかっていうと、お客様は僕ね、売ってる本人ね、講師はどうでもいいわけです。そうじゃなくて何が欲しい、何が、何を手に入れることができるのかっていうことだけをね、あの、伝えるのが一番シンプルです。なので、ぜひちょっとね、勇気を持って何かね、無料でリストね、あの、プレゼントをしてリストを集めるタイプのビジネスをされている方はですね、ぜひちょっと私のランディングページのやり方を学んでですね、 なんか自分のなんかね、あのストーリーとかをこのランディングページで語るっていうよりかは、これが無料で手に入りますよ、こんな内容ですよ、こんなメリットだから手に入りますよっていうね、そういったオファーの内容をそのご案内して欲しくさせるっていうことを伝えることが一番大切ですので、特に Facebook 広告や Google の YouTube 広告で広告を出されてる際あの方はですね、全然こういったシンプルなね、あのランディングページでも普通の、普通にね、広告の審査通りますね。Google の検索広告とか、 ディスプレイ工具だとなんか。 どんなものを売ってるのかよくわからんのでダメですみたいなこと言われたりしてねあの審査出せなかったりするんですけどもフェイスブックと YouTube は全然声でも審査通りますのでえぜひねこういったシンプルなランディングページを作って反応率が高いランディングページを作ればま仮にちょっと広告の反応が悪くてもですね来た人はかなりの確率で制約をするっていうことをすればリスト獲得単価も下がったりしてね少ないあの予算でも多くのお客様を集めることができて最終的にねあの売り上げをねさらに拡大させるっていうそういったね広告戦 戦略マーーケティングセールスののの戦略が可能になりますので、えー、ぜひね私のちょっとやり方参考にしていただいてこういいいいいっったランンディングページ作ててお客様を集めてほしいなととうふうに思いますという形でね、今回の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。ね、私のね、ちょっと今回お見せした私のね、このランディングページとか、その書籍のね、リンクも貼っておりますので、まあ、詳細欄クリックしてよろしければご登録いただければなというふうに思います。それではね、また次回の動画も楽しみにしておいてください。ぜひね、チャンネル登録と、あとこの動画にいいねの高評価していただけるとめちゃくちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。それでは また次回の動画でお会いしましょうまたねバイバーイ